両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。我が輩を楽しませてくれ。注目のファーストラウンド、何が起きる？諸君、健闘を祈る。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。さあ逃げ場はなくなった。どうして？さあもっとやり合うのだ。ここはゲージを使って SA 選択。まとまったダメージが欲しいか。ここで決めるその弾力アッパ KO。 良い決着だった。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだ。強化昇竜を当てていく。前に出る。どうだ。ここで位置が入れ替わる。うまく出し抜いた。攻めのドライブラッシュ受け止めつつ攻撃する。いざ。この調子だ。ドライブゲージの差はある。いやどこの距離で撃ってきた。終わった。食うか。この世界の人たちは当たり前のように飛び道具を飛ばすんだな。いざ。苦しい前はサマーが頼りになる。プレイヤー2、丁寧に有利を継続している。ここはどう出る。頭上がガラキフィニッシュ。そういうことだ。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。我が輩もこれには目がくぐつけになっている。さあ勝利を手にするのはどっちだ。最後まで気を抜くでないぞ。シャワーを使って膠着を破るか。投げを使ってガードを崩す。良い投げ。パリーを使って主導権を取らせない。たまにはパリーで対応していくか。攻撃がぶつかり合う。受け止めている。いいぞ。この調子だ。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。プレイヤー2、 SA ゲージ差を生かしたい。一瞬で危険な画面端がやってきた。どう出る。いい感じだ。投げへの意識が高い。受け止めながら。あっぱれ。やるではないか。どうにでもなる体力さ。この状況からオーバーとする。地獄の沙汰ほど面白い。いいぞ。逃げ場はなくなった。もっとここは出し惜しみはなし。出血大サービスだ。クリティカルアースが決まった。この先は KO。 よくやった。これが見たかったのだ。プレイヤー2、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが、誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。人間界の決闘というものを見せてもらおう。注目のファーストラウンド、何が起きる。どんな戦いが見られるのか非常に楽しみだ。ここで弾を打つ。どうだろう。プレイヤー1、さあ追い詰めた。さあもっとやり合うのだ。ここは飛び道具での牽制、圧力をかけていく。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。届いた。勝負あったね。実力差が感じられたようにも見えましたが、ここからどうするかですね。これはちょっと実力差があるかもしれないね。ただそこを覆すのも戦いの醍醐味。まだわからないよね。中足が刺さる。何を狙ってどう動くか。いやこのラウンドはどうなるんだろう。ドライブインパクトは通さない。いやよくガードした。コンボでダメージを与えていく。壁に落ちてた。チャンスになる。ああここからだ。ここからどう動く。さあ互いの狙いは互いに。 SA にゲージを回す。使っていくか。いざ。その調子だ。空発速がマックスの状況。ワンタッチのリターンは上がっている。もっと我が輩を楽しませるのだ。プレイヤー1、体力はないぞ。ワンチャンス作れるか。はい。投げる。見事だ。サッバー KO。 やるではないか。
最終ラウンド、ここ一番がやってきた。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。前と前のめりの一撃は不発となった。届かないか。タイクル、端からは出さない。いざ、この調子だ。プレイヤー1、ここが勝負どころ。もっと我が輩を満足させてみろ。ここでチャンスするか。もっともっとバーンとする。地獄の沙汰ほど面白い。しがたぎバーンとする。地獄の沙汰ほど面白い。ゲージがあると逆転があるぞ。これが最適解、これが最善手。見事両者かなり動けていた試合、どう見ましたか。因縁浅からぬ両者がついに相まみえる。人間界の決闘というものを見せてもらおう。さあ、ファーストラウンド注目していきましょう。非常に興味深い試合、見届けさせてもらうぞ。さあ、壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。プレイヤー2、画面端の揺さぶりで卓を通し続ける。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。ここで壁を背負わせた。いやー、見事、気持ちよく決まったね。オーバードライブアーツを使ってダメージを上げていく。 KO まで勝負あったね。やや一方的になったラウンド、どうでしたでしょうか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。足元を狙っているか。掴んできた。今の投げは良いフォームだったね。壁に追い詰めた。チャンスになる。どうした、受けるだろう。プレイヤー1、丁寧に有利を継続している。早田、この切り返しはケアしていた。いやー、よくガードした。再起手裏剣設置。ここで SA ゲージバーンとしている。ここまでなのか。さあ、ここからは差し合いの領域となる。うまく壁から中央まで押し返しにせ、スーパーアーツにここで SA 試合を動かしに行く。あっぱれ。倒しきる。良い決着だった。盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。これはあくまでこのタイミングでこの対決が実現してしまったか。この戦い楽しみにしていたぞ。ザ・ファーストラウンド注目していきましょう。よろしく頼む、期待しているぞ。さあ、ここは飛び道具でプレッシャーをかけていく。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。ここはどう出るか。ダイヤ縛らいが伸びる。ここで決める、その弾力あっぱれ。どうだろう。届いた。いいね、とどめまでしっかり。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだ。この距離は玉打ちで牽制していくか。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。頑張っていってもらいたいよね。さあ、なんとか中央へ押し返した。さあ、ここだ。投げを使ってガードを崩す。良い投げ。次はどうだ。ドライブゲージの差はある。インパクトでうまくバーンとしている。ここまでなのか。食うか。プレイヤー1、空中竜巻。さあ、体力差ないぞ。試合の後半戦、ここからどう組み立てていくか。うまく壁から中央まで押し返しに成功。さあ、ここで SA 発動しているが、これはとどめの SA 戦闘機迷い出し。ここでフィニッシュ。良いとどめだ。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。素晴らしい。